町港の重慶エリアでは8月1日、水位が上昇を続け、地表面の高さに近づく、平湖の光景が再び見られるようになっている。同日、三峡ダムの水位はすでに179メートル近くに、達した。河南省鄭州市と重慶市を結ぶ、鄭豫高速鉄道が20日に全線開通したのを、背景に、高速鉄道で旅する、三峡の人気が高まりを見せ始めている。鄭豫高速鉄道開通から1ヶ月が経ち、重慶市府山形の各観光地を訪れた観光客は前年同期比 45.68% 増の、延べ117,300万人。観光収入は、同 43.12% 増の3,519万3,600元、約7億387万円に達した。三峡クルーズ客船は18日に運航を再開し、これまでに、全体の約6割にあたる31隻が200回以上運航されてきた。統計によると、三峡ダムの上流にある危険、機関高校では、1日あたり約2000人の観光客が乗降している。各地の観光客が動く豪華ホテルに乗って、乗降流域にある三峡にやってきて、昼いない景色をじっくりと楽しんでいる。中国メディアの新京報などによると、北京市では30日昼頃から1日早朝にかけ、激しい雨が降り、平均雨量は全市で 43.8 ミリ、中心部では 65.8 ミリに達した。同市中心部では各所で道路が冠水し、交通が寸断された。怪我人の情報ない。上遊新聞によると、北京市中心部の旭区では、十里川地区一帯が冠水して、車多数が水没。同区の岡安寺では、男性運転手が車から出られなくなり、警察に救出された。当初、急行したパトカー1台も浸水で、道路けなり、警察官ら2人が脱出する騒ぎも起きた。旭区団結湖地区では31日未明、一帯の住宅地が冠水。うち、一家3人が住む半地下の住宅が水に浸かった。住民の通報で、警察や消防などが駆けつけ、排水作業を行った。北京市水務局は31日午後4時、市内で洪水、冠水対策を発動して、パトロールを強化。新華網によると、北京市当局が高速道路や鉄道のアンダーパスなど、大量の水が溜まった11箇所で排水作業を行った。